軽減税率財源4000億円超、生鮮以外も拡大。政府与党は消費税率低く抑える軽減税率について2017年4月の消費税率 10% への引き上げの時点から4000億円を上回る財源確保する方向で調整に入りました。自民党は当初軽減額が3400に収まるですね、生鮮食品、これを基本に4000億円を上限とする方針だったんですが、加工食品を対象に加えるよう求める公明党の強い反発を踏まえ、早期妥結のためにはやむを得ないと判断をしたということなんですね。これも毎回申し上げてますけども、はい、大元ですよね。大元、これ忘れちゃいけないんですよ。そうですね、だって2期連続リセッションに、2期連続マイナス成長で今リセッションなんですよ、日本はね、はい、しかも2年連続で、はい、2年連続リセッションに叩き落とした政権って、はい、安倍政権が初めてなのに、はい、これ消費税増税前提に話してるから信じられないですね、この政権ね。ただ、そのニュースではこういう軽減税率、この、10日ぐらいですか、来月の10日ぐらいまでには決めなきゃいけなくてとか、はい、いろんなこと言っててですね、一方が4000億に収めよう、はい、一方は、いや、1兆ぐらいやっぱり見てほしいとか。でもこれ 2% 引き上げるじゃないですか、はい、5兆円ぐらいの我々の所得が奪われるんですよね、はい、大体。それでなんか4000億戻しますからいいでしょうとかですね、何を考えてんだと言わざるを得ないですね。使うのがその社会保障費に使うとは言うもののですね、はい、あれ嘘ですから基本的に。そうですか。でその自民党幹事長は、いや安倍総理が4000億の枠内に収めるように指示したと言ってますが、はい、一方の菅官房長官は、うん、いやそんなこと言ってないんじゃないのって、はい、それもなんかね、とか物価が4000だろうが1兆だろうが何でもいいんですけどね、はい、本当に大元議論してほしいですよね。そうですね、これで上げられんの本当にと。補正予算のほの字も出てこないってどういうことなんでしょう、この状況でね。そうですね、はい、まあ補正予算は組むとは言ってるものの、言ってますけどね、でも来年でしょ、はい、なんで来年なんでしょうね。1月4日早々やりますって言ってもね、通常国会、はい、どうなんでしょうねこれね。はい、続いてはこちら、毎日新聞、総理最低賃金1000円支持、年 3% 増めど。安倍総理は昨日経済財政諮問会議で、現在全国平均798円の最低賃金、来年以降毎年 3% 程度ずつ引き上げて全国平均で1000円を目指すことを表明しました。1億総活躍社会実現に向けた緊急対策に盛り込むと。安倍総理が掲げる名目 GDP 国内総生産600兆円の目標に向けた緊急対策の目玉に据える考えで、最低賃金の引き上げによる消費喚起を促す強い意欲を示した形ということですね。安倍総理会議で2020年頃に GDP 600兆円を実現するためには賃金を上げて継続的な好循環の確立を図るとともに、最低賃金、これもふさわしいものにしなくてはならないと言いまして、対応策関係閣僚に指示しました。まあ、これはいいことですね。これね、まあ、いいことなんだけど、はい、これにあの政府の安倍政権 の政策の特徴が現れてるんですよ、はい、要は政府は金使わないんです、これ。ほうほう。そりゃそうですよね、企業ですもん。そうですね、はい、賃金払うのは企業だ。例えば最低賃金1000円にしたらね、政府が補助金出すか、はい、そういうのはわかるんだけど、そうじゃないので、要は今は、政府が需要を作らなくちゃいけないんだけど、絶対にそれをやりたくないんで、消費税は増税するしね。はい、で、まあ多分、診療報酬も削減するんでしょうと。はい、じゃあ、景気は、いや、企業が1000円にすればいいじゃないかっていうやり方なので、はい、まあ典型なんですよ、これ。はあ、はい。まあこれも絵に描いた餅なんで実現しないと思います。あ、もうズバリ。はい。そうですか。そらだって企業側が猛反対するの決まってるんです。仕事がいっぱいやって、で、1000円にしてもいいよっていう環境が作られてるんだったら別だけど、はい、それやらないんですから、政府がね。はい、そうか、仕事がさほどないのに。ない状況で、給料だけ上げろって、できるわけないでしょうと。まあ、働くサラリーマンの私からしてみるとですね、うん、いや、企業ね、はい、最高益とか出してるし、うんうん、これ賃金もっと上げていいんじゃないの、はい、なんて、簡単に思っちゃうんですよ。最高益上げてる企業なんて、これ最低賃金1000円と関係ありませんから。ああ、はい、そうか。99.7% の中小企業。中小企業の問題ですからね、これ。ですものね。はい、